東日本大震災原子力災害伝承館は2020年9月20日に開館した福島県双葉町の博物館情報発信施設である。2011年3月11日に発生した東日本大震災と津波に伴う原子力災害を後世に伝えることを目的としている。3階建て、延べ床面積約5200平方メートル。 2011年3月11日、モーメントマグニチュード9.0という日本での観測史上最大となる東北地方太平洋沖地震が東北地方で発生した。これにより津波も発生し太平洋沿岸地域で甚大な被害に見舞われた。福島県もその例外ではなく1600人以上が命を落とした。さらに、 福島県双葉町に位置する福島第一原子力発電所の非常用電源が津波で使用不能になったことでチェルノブイリ原子力発電所事故に並ぶレベル7となる最悪の原子力災害も発生した。こうした惨事を受けて4年後の2015年3月国際産学連携拠点に関する検討会の中間報告で東日本大震災 福島第一原発事故に関する情報の発信拠点の具体像について検討し、国もそれを推進することが示された。これを受け、翌月4月に東日本大震災原子力災害アーカイブ拠点施設有識者会議が設置され、同年9月には東日本大震災原子力災害アーカイブ拠点施設の機能、内容等についてと題された報告書が 県に挙げられた。2016年5月に東日本大震災原子力災害アーカイブ拠点施設基本構想策定に係る検討会議が設置され、複数回の会議やアンケート調査、ヒアリングを経て、2017年3月に東日本大震災原子力災害アーカイブ拠点施設基本構想の形でまとめられた。 2018年12月か2019年1月から工事が始められ、翌年2020年,年半ばに竣工した。工事半ばの2019年9月2日には、名称を東日本大震災原子力災害伝承館とすることが検討会議で決定された。当初、2020年東京オリンピックパラリンピックに合わせて2020年夏に開館する予定であったが、 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、開館が遅れ、同年9月20日に開館した。資料収集に関する費用を含めた、開館費用約53億円は全額を、国が負担した。建設地は、福島第一原子力発電所から北に3トル常磐線双葉駅から2トルの沿岸被災地で、ある。建物の設計は、渡辺和夫、 主にみ建築計画、日本大学工学部空間デザイン研究室が、思考は荒牧、松本特定建設工事共同企業体が行った。構造は一部に鉄骨構造を採用した3階建ての鉄筋コンクリート構造が採用された。屋上からは除染で生じたゴミの中間貯蔵施設や、震災以降として残された小学校が見られ、 周辺地域一帯で復興記念公園の整備も進められている。また、電源設備を屋上に、収蔵庫や展示室を2階に置くことで、1万1、津波が押し寄せたとしても大切な収蔵品や展示品が守られるように配慮されている。展示室が以下の6つに分かれており、決まった順路で回っていく、強制動線方式が採用されている。ナレーションは、 福島県出身の西田俊幸が務めている。プロローグ災害の始まり原子力発電所事故直後の対応県民の思い長期化する原子力災害の影響復興への挑戦プロローグでは床への投影を含め7面のスクリーンで震災発生前、震災直後、復興の情景を約4分間映写している。これにより震災、原子力災害を 自分自として意識してもらえるように図っている。また、プロローグが映写される円形ホールは語り部による公演の場としてとされている。東日本大震災原子力災害伝承館は公益財団法人福島イノベーションコースト構想推進機構によって管理運営されている。福島イノベーションコースト構想推進機構は2017年5月に改正された 福島復興再生特別措置法を受けて、より一層具体化した福島国際研究産業都市構想を推進する法人として、同年7月25日に福島県によって設立された。復興庁原子力災害復興班企画館の岡本茂樹が評議員の一人として名を連ねており、国の職員が出向している。放日するように、 開館時からの展示内容は、福島第一原発事故に対する日本国政府、東京電力、福島県の責任や教訓の展示が不十分との批判が多く寄せられた。福島県は2021年3月2日、2020年度中に資料や展示パネルを約30点、追加、変更すると発表した。福島大学の後藤忍順教授は、東日本大震災、 原子力災害伝承館の紹介動画の文言を解析したところ、朝鮮に関連した語が教訓に関連した語の2倍近く使われていることを挙げ、同様の傾向が展示パネルに見られるコミュータン福島と似通った展示になってしまう恐れがあると開館前から警鐘を鳴らしていた。その後、展示内容が明らかとなったが、福島県が国から受け取った緊急時迅速放射能、 影響予測ネットワークシステムのデータを市町村に伝えず結果として住民らを放射線量の高い地域へ避難させてしまったことに関する言及はなく取り扱いを明確に定めたものはなくその結果を共有することができませんでしたと言及するにとどめていることが分かった毎日新聞の取材に対してことは情報発信施設ができたことを評価しつつも展示内容は 復興をアピールする色が強く、県は自分たちの責任を自分ごととして伝えられていない。できなかったことや失敗を発信することこそが教訓を伝えるということだと批判した。さらに、最大で15メートル超の津波が押し寄せる可能性が震災前に試算されつつも、東京電力が津波対策を先送りした県についても言及されておらず、所管する福島県の職員は、 伝承館は震災が起こってからの事実を伝えると釈明した。開館過程で伝承館学芸員は資料の収集に追われ、展示内容の原案は福島県障害学習課が作った。毎日新聞が情報公開請求で入手した資料によると、展示案の検討過程で福島県庁の原子力安全対策課や企画調整課からクレームがつき、 開館当初のような展示内容になった。オービリン大学の浜田博明教授は167点という展示点数について小規模な企画展の展示数並みと指摘しており、展示点数の面でも不十分だという指摘もある。開館後の2020年9月22日、語り部の講演内容について、福島イノベーションコースト構想推進機構が特定の団体、個人、 または他施設への批判、誹謗中傷等を講演内容に含めないようお願いしますと記載した語り部活動マニュアルを配布していたことが分かった。合わせて同マニュアルが配布された語り部向け研修会では講演内容をあらかじめ原稿にまとめ、それを伝承館側が添削、修正することとし、原稿にない特定団体への非難を講演中に始めた際は講演を中止したり、 語り部登録の解除の可能性もある旨の説明も言ったとされる。朝日新聞が伝承館を所管する福島県の生涯学習課に確認したところ特定の団体には日本国政府や東京電力も含まれるとし国や東連、県など第三者の批判を公的な施設で行うことはふさわしくないと考えていると事業部長は回答した。東日本大震災。 原子力災害伝承館設計。渡辺和夫、おもみ建築計画。日本大学工学部空間デザイン研究室施行。荒巻、松本特定建設工事共同企業体。新建築。オンライン、株式会社新建築社。2020年9月23日閲覧。AB、施設の概要福島県ホームページ。 www.pref.fukushima.lg.jp、ま、2020年9月23日閲覧 AB 提言は生かされたか東日本大震災10年伝承館異例の展示替え教訓不明批判受け福島双葉町毎日新聞長官2021年3月8日一面 ABC 東日本大震災 原子力災害アーカイブ拠点施設基本構想。福島県。2020年9月23日閲覧。新建築2020年9月号によれば、2019年1月から2020年6月。施向主の共同企業体を構成する。荒巻建設によれば2018年12月から2020年5月。新建築2020年9月、85ページ。 AB、東日本大震災、原子力災害アーカイブ拠点施設整備、完成しました。新着情報。w w w a r a m a k i k e n s e t s u c o m 2020年9月25日閲覧。東日本大震災、原子力災害伝承館来賀開業の県アーカイブ、施設世代声え引き継ぐ、福島。 毎日デイリーニュース、https コロンスラッシュスラッシュ m a i n i c h i j p スラッシュアーティクルズスラッシュ20190903スラッシュ ddl スラッシュ k07 スラッシュ040スラッシュ 147000C2020 年9月23日閲覧東日本大震災、原子力災害伝承館双葉の、施設名決定事故の教訓。 福島県が伝える。東京新聞東京ウェブ。2020年9月23日。閲覧。震災。原子力災害伝承館双葉に20日開館記憶。風化させぬ。福島民有新聞。2020年9月23日閲覧。ABCD。震災。原発事故伝承館が20日開館福島に。記憶継承拠点。失敗の発信不足指摘も。 毎日デイリーニュース、https ロンスラッシュスラッシュ m-a-i-n-i-c-h-i.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20200919スラッシュ k00 スラッシュ 00m スラッシュ040スラッシュ 120000c20 00年9月23日閲覧。東日本大震災、原子力災害アーカイブ拠点施設整備、工事安全祈願祭を行いました。 松本建設工業株式会社から高い技術力に磨きをかけて着実に歩みを重ねています。福島県、塚川、2020年9月25日閲覧。東日本大震災、原子力災害伝承館設計、渡辺和夫、おもみ建築計画、日本大学工学部空間デザイン研究室施行、荒巻、松本特定建設工事共同企業体、 新建築、オンライン、株式会社新建築社、2020年9月23日閲覧。AB、新建築2020年9月80ページ。ABC、東日本大震災、原子力災害アーカイブ拠点施設整備事業の概要について、福島県、2017年12月閲覧。AB、東日本大震災、 原子力災害伝承館。福島イノベーションコースと構想。2020年9月25日閲覧。AB、提言は生かされたか。東日本大震災10年。失敗こそ構成に。原発テーマひるまず。毎日新聞長官2021年3月8日3面。ABCDE、国や東電の批判 NG。伝承館語り部に要求。現行添削も。 朝日新聞デジタル。2020年9月23日閲覧。AB、気候について。福島イノベーションコースと構想。2020年9月23日閲覧。原発、福島の今、復興協調。来年完成の原子力災害伝承館。展示内容に、専門家もに議ぎ河北新報オンラインニュース。2020年9月23日、閲覧。 AB 伝承館開館展示されぬ教訓多く内容を更新求める声も朝日新聞デジタル2020年9月23日閲覧東日本大震災原子力災害伝承館ご利用案内福島イノベーションコースと構想2020年9月23日閲覧2020年9月6日中日新聞長官3面ありがとうございます